志功、鉄壁の盾となり天地を守らん。皆様、お帰りなさいませ。つい先ほど、炎章殿。これより自分らは、反董卓連合に参陣する。世を乱す元凶たる、奸臣董卓を討つのだ。我ら者ともに、殿の道を切り開く先兵。なあ、そ…いざ。曹操殿はかの教官董卓を暗殺なさろうとした。まさに果断、果断の死と言えましょう。その気骨がこうして多くの将士を集めたのです。そして
この陳光大もその一人。必ずや曹操殿のお役に立ってご覧に入れましょう。李天殿、あなたは自身の予感を。けど、総分裂、行くぞ。馬がご入り用で。またお待ちしてます。連合軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり、董卓を討ち果たすのだ。行くぞ。我々は友軍の援護へ向かう。急げ。見ておれよ。ぶつくのが群れよって、翡翠館と五郎館を抜けると思うな。連合軍の進撃もこの止水艦で終わりだ。火竜様がいる限り誰も通さねえ。縄文をぶち抜いてやれ。
止水艦前の仲間が退けられたか。我らで晴らすのだ。敵を越えて連合軍を迎撃せよ。仲間の奮闘を決して無駄にするな。勝者だぞ。おかしい真似を。みんな敵の兵器を止めるのだ。行くぞ。この地はわしらの手で抑える。目標は定まった。全軍進め。おのれ、あとは仲間に託すしかない。長生までも倒されただと。どうなれ、腕が出るしかないようだな。ここは守りを固めるぞ。耐え抜いて好機を待つのだ。敵め、軍不相な場所。目障りな。我が軍でもらい受けるぞ。だ、ここで敵をとどめねばならん。たとえ兵士になろうともな。ここで敵をとどめねばならん。たとえ戦士になろうともな。インド、この俺が敗れるとは。連合軍は大したもんだぜ。この身を盾として守り勝つ。大義である。行くぞ。容赦はせぬ。見ておれよ。助けてくれるなんて、なんという心の優しいお方よ。あなた様は命の恩人じゃ。
に代々伝わる宝ですな。この身を盾として守り勝つ、大義である。あなたは東卓軍から村を救ったと噂の、どうか俺たちにも力を貸してくれませんか。村の近くに東卓軍が現れたらしいんです。急ぎ戻りたいのですが、道中にも賊が出るかもしれない。村まで一緒に来てくれませんか。一緒に来てくれるんですね。足手まといにならないよう頑張ります。ここらで一戦ありそうだ。こんなところをうろついてるやつがいるぜ。おい、身ぐるみ剥がしてやれ。あなたには感謝してもしきれません。あなたのような人と共に戦いたい。ここで連合軍への志願を募ってみます。この身を盾として守り勝つ。子供が俺を楽しませてみろ。フォロー感を抜けば落葉は目前なのに、はい、呂布が守ってるとは。この黒王冠は絶対に破らせんぞ。城壁からの攻撃で連合軍を一掃する。Yeah!
くやった。我が軍の勢いもはや止められまい。迅速に攻略せよ。敵め、軍不相な場所だ。目障りな。我が軍でもらい受けるぞ。気を逃してはならんぞ。セメンゲイン。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。俺の前に立つのはいいぞ。あとに孤狼感は抜かせんぞ。するほかない。この身を盾として守り勝つ。行くぞ。よし。おほう。自分が討ち取らせてもらった。大義である。
西の用心場で孫権軍が囲まれておる。一刻も早く兵糧を届けたいところだが、この先で董卓軍が道を塞いでおるのだ。奴らを倒さなければ兵端は滞ったままよ。貴様、腕には自信があるのだろう。董卓軍を倒し、輸送部隊を援護してみせよ。董卓軍はこの先にいる。さっさと行くがよい。孫権軍に兵糧を届けるまではやられるわけにはいかんのだ。用心場へ兵糧を運ばせるわけにはいかん。絶対にここを通すな。敵と比べて我らは貨幣。勝利を得るには一気に敵本体を叩くしかない。なんだ、正面から突っ込んでくるとは。連合軍は戦を知らぬらしい。俺の役目を果たせぬとは無念。おお、敵軍団が敗走していくぞ。我らの勝利だ。ありがとうございます。私たちはこの先の用心場へ急ぎますね。おお、輸送部隊の進路を切り開いたか。わしの目に間違いはなかったようだ。なんだ。この身を盾として守り勝つ。良い働きをするの。その分出し惜しむでないぞ。
しい戦いだったが、あの一人で助かった礼を言う。洛陽へ攻め入る準備が整った。西回りで進軍し、董卓を討つぞ。この身を盾として守り。将来を嘱望される。やられに来たか。返り討ちにしてくれる。もう突破する。二択軍を蹴散らして進め。戦ぶりだ。よし、
近くの集落に知識豊かな学者がいる。今は士官の誘いを断り隠居しているようだ。きっと董卓の専横に嘆いているだろう。我々に知恵を授けてくれるかもしれない。今こそ命が惜しければ金を出しな。うわ、山賊だ。そこの方、どうか助けてくれ。ありがとうよ。学者を探しているのか。それらしき人は見なかったな。そんな人は見なかったな。役に立てず申し訳ない。ありがとうよ。なんだい、学者を探しているのか。いや、そんな雰囲気の男を見かけたよ。さっき南の方へ歩いていった。命の恩人だ。なんだって、学者を探している。先ほど学者風の男を見かけたよ。黄河の川辺に向かってたようだが。私に何か用ですかな。ふむ、董卓を倒すため知恵が欲しいと。わしは世の乱れに背を向けた卑怯者。あなたのような真摯さは持ち合わせぬが、共に洛陽の地へ向かいましょう。何かお手伝いができるかもしれない。性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まれぬ。潰しちまうか。お前らついてこい。
邪魔せぬ。ゴルフ軍が撤退していくぞ。援軍の協力に感謝しよう。この身を盾として守り勝つ。やるぞ。身のほど知らずのクズどもが、わしの主治肉人の邪魔はさせんぞ。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者、進軍開始。正門前に妨害柵が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。この戦、鍵を握るは工場兵器か。よし、我らは勝者の護衛を行う。こちら側からの攻めは予想していないはず。さあ、大田区軍の奴らに一泡を吹かせてやる。人間たちが攻めてきたぞ。奴は用心城にこもっていたはずじゃ。工作兵を使わせましょう。それで敵の兵器を一部止められるはずです。伝令！山岳拠点、連合軍により制圧！後方支援部隊が撃破されました！何？援軍はもう来ぬということか。何をやっておるのか、バカどもめ。目障りなハエがおるわい。また引き落としてくれるわ。敵が分不相応な場所。目障りな我が軍でもらい受けるぞ。学業なんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。逆賊董卓を打ち払い、洛陽を奪還した。連合軍の大勝利を。みんな勝ちどきをあげ
父よ、親子の契りを破り恩を仇で返すか。いざ！刀剣を打ち、徐州を我が手に収める。おのおの、その才を大いに発揮せよ。おいおい、この地にいる黄金の残党には手だれが多い。討伐して基準させ軍を補強したいところ。といってもそう時間はかけられません。少しでも引き入れられればいいのですが。なかなかやるじゃねえか。まあ認めてやってもいいぜ。獲物どころか腕前もご立派ですな。無礼働いてすみませんでした。これからはあなたについていきます。こんなすげえお人に出会えるとは。決めた、俺らはあんたについていきやすで。この身を盾として守り勝つ。父上、申し訳ありません。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。話も聞かず支援で助手を渡す。ただの侵略者ではないか。戻っていただいても構いません。なんと言われよう、我々は戦います。すべて力によってねじ伏せる。それが曹操殿のやり方なのですね。君にも勝つために、上
しどうなってしまうのだろう。無事に橋を確保できましたね。北条へ向けて兵を進めましょう。この身を盾として。曹操の父親を殺すつもりはなかった。そう弁明しようとした将が撃たれたらしいぞ。やっぱり曹操は許す気はねえんだ。俺はこの戦から降りるぞ。徐州で平穏に暮らしていた。曹操殿が攻め込んでくるまでは罪なき民を脅かすこの所領見過ごせる。曹操殿、いや曹操、覚悟せよ。このままでは長州敵将、自分が討ち取らせてもらった。その勢い誰にも止められますまい。盛況とは。敵将、自分が討ち取らせてもらった。この身を盾として守り勝つ。
山麓には二刀剣の別動隊が展開している。連携を取られる前に撃破したい。剣殿の力にはなれぬ。行くしかなかろう。この身を盾として守り勝つ。敵将、自分が討ち取らせてもらった。素晴らしいご活躍、お見事です。刀剣軍ではなさそうだが、戦うしかないか。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。何かしてごめんな。俺らは拠ちょっとやだ。何かやったらお詫びの力を貸すかよ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。この身を盾として守り勝つ。おーい、巨匠殿から兵糧が届いたぞ。誤解して襲っちまったお詫びだと。おお、助かるな。これでもう一踏ん張りできるぞ。避けたかったが、もはや覚悟を決めねばならぬようだ。憎しみに支配され戦を起こす、そのような男に助手は奪わせぬ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。
敵の足場はぶっ潰しておかねえとな。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。自分が討ち取らせてもらった。おお、お見事でさ。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。踏み荒らすか。そうそう、貴様のような男に負けるとは。今はどのようなそしりへの気合だ。それでも私は進まねばならぬのだ。劉備にはちっとばかしいって。はい。申し上げます。進め。立ちはだかる者はすべて切り伏せよ。何を召し上がりますか。またのお越しを。何を召し上がりますか。またのお越しを。ここは呂布殿のものだ。貴様らには渡さぬぞ。止め。即刻兵頭から退去せよ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵の足場を崩し、戦意を損。
けられっかってんだ。敵将、自分が打ち取らせてもらった。鉄壁の守りに苛烈な攻め、宗神殿には全く隙がありませんね。おお、目を見張るようなご活躍です。容赦はせぬ。守り抜くぞ。加工とで自分が来るまで何としても耐えましょう。剣城にこもる敵を撃て。一気火星に攻め立てろ。今こそ敵を打ち払う時。しまった。俺は一度引くしかないね。攻めきれなかったか。この城さえ落とせば炎章は制圧できたのに。城の味方は全滅しました。この城の命運は私たちにかかっています。これが地中への展開の第一歩となる。みんな剣城に突撃するぞ。私に続け。じっとよ。妖婦の娘か。来い。誰であろうと猛徳の邪魔はさせん。ここで敵をとどめねばならん。たとえ戦士になろうともな。ここで敵をとどめねばならん。攻めきれぬか。ここは一度引き体勢を立てな。呂布殿の天下のため献上を頂戴いたす。タイル厄介な奴が来たな。足をくれてやるわけにはいかんのだ。
ここで敵をとどめねばならん。たとえ戦士になろうともな。我らの攻撃を防ぎ切ったか。全軍撤退せよ。助かりました。ありがとうございます。これよりは私たちも攻めに転じましょう。神宮道義もわきまえぬけ。もめ猛毒を妨げる輩は俺が切り捨ててくれる。この身を盾として守り勝つ。おう、お前の戦並大抵ではないな。よくやった。お前こそ真の三国無双だ。お前のやり方にはもはやついていけぬ。そうそう、私は呂布につくぞ。私を裏切る者は誰であろうと容赦せぬ。全軍進撃せよ。懲罰を受け。よし、直ちに守備配置につけ、去る戦闘に備えるのだ。この地は宗主公が制圧した。ここはもはや呂布殿の城。速やかにお引き取り願いましょう。裏切り者が抜け抜けと。ここは殿のもんだ。とっとと出てき。攻める気合を全部守りに回してんだ。今の俺様、誰も通じゃしねえべ。疾風陣雷、過去を妙才様の攻め見せてやら。
この地は宗主公が制圧した。全く隙がありませんね。ここで敵をとどめねばならん。ここまで攻め込まれるとは、急に策を講じなければなりませぬな。策などいらん。あの手で雑魚、この俺がひねり潰してやる。おう、俺の前に立つか。いい度胸。程度の城、貴様らにくれてやろう。敵将、自分が討ち取らせてもらった。よし、俺たちの勝ちだ。いやー、牧羊を取り返せてホッとしたぜ。無事、遠州を呂布の手から奪い返せた。これも那俊宇。いざ。おお、そう。陛下、宋猛族が推参いたしました。その馬車はもしや帝殿。誰、誰が乗ってるのか中を見せろ。いるのか。やめろ、倒さねばならんな。強い。俺たちじゃ太刀打ちできないか。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。その立派な馬車、間違いねえ。おとなしく帝を置いていきやがれ。不届き者め、それ討ち取ってくれよ。容赦はせぬ。ここまでか。手ぶらで帰ることになるとはな。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。
こまでだ。帝を返してもらうぞ。せいぜいうまくやるのだな。これで洛陽の安全は確保された。あとは巨匠への道を開くのみよ。敵将、自分が討ち取らせてもらった。よくやった。その働き覚えておく。ここならば陛下の安全は守られましょう。護衛とともにこちらにお隠れください。道を開いた後にお迎えに上がります。それまでしばしご辛抱。うん、面倒をかけるな。くれぐれもよろしく頼むぞ。だけではあるまい。急ぎ我が元へお連れせねばな。何を召し上がりますか。またのお越しを。どこへやった。すぐに差し出すのが身のためだぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。容赦はせぬ。こんなはずではもはや引くしかあるまいな。この身を盾として守り勝つ。万事上首尾、あなたのおかげです。宝物を奪ったのでは。捕らえて正さねばなりますまい。この宝は俺のもんだ。返して押し切れ。力づくで来な。
分かったよ。返せばいいんだろう。おお、やはりこれはイカドの宝物。この調子で残りも取り返しましょうぞ。分かった、宝は返す。だから許してくれ。さすがのお働きですな。残る宝物はわずか。どうにか頼みますぞ。帝の宝に目をつける輩が他にもいる。だがこれは俺のものだ。絶対に渡さん。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。これでどうでしょう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ。敵の要所を叩く。来た、命には変えられない。宝はお前の好きにしろ。いいお働きでしたな。これで全ての宝物を取り戻せました。頼みを盾として守り勝つ。現実様こそ帝を庇護するにふさわしい。おとなしく引き渡すがよい。暴走軍だな。待っていたぞ。ここからは俺たちが加勢しよう。これほど盛況なのか。帝はここ強い護衛を得られたようだな。
この身を盾として守り勝つ。素晴らしいご活躍、お見事です。盛況な兵を要す暴走に本拠を見方を見る。いかにも何が違うというのか。暴走が許されていれば私が許される道理はない。奴を撃ち、帝を我が手に収めてやる。よ、妖王様、一体どうして裏切りなんか。曹操殿に成り代わろうという欲が出たか。ならばここで撃つのが得策だろうな。妖王の旦那、手を貸しますぜ。久しぶりに暴れてやりてえと思ってたんだ。俺らの縄張りにのこのこ入ってくるとはな。これでも食らいやがれ。諸侯殿、君は武の高みを目指しているはず。そんなところでくすぶっている場合かい。班長殿、拙者も分かっているのだ。しかし妖王殿には世話になった恩がござる。それは恩の上であぐらをかくようなものだ。いつまでも迷ったままとは君らしくないな。思い悩むあまり心が曇っていた。かたじけない。一度体勢を整えてまいる。部が悪すぎるぜ。俺たちは先に抜けさせてもらいます。わしとて帝を迎えられれば。この身を盾として守り勝つ。鉄壁の守りに苛烈な攻め、曹仁殿には全く隙がありませんね。道はまだ開けぬようです。敵の兵力を背いてはないのか。宝物を使えば動きを引けるやも。守るためやるしかありません。そのチーム、まさに真の三国無双。今こそ敵の要所を叩く。私の知力が破れようとは。敵将、自分が討ち取らせてもらった。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。
策の練り直しだ。敵将、自分が討ち取らせてもらった。万事上首尾、あなたのおかげです。この辺りでばらまくのが効果的でしょう。それ見ろ、すごいものが転がってるぞ。これも見るからに値打ちものだ。どけ、この宝は全部俺のもんだ。この身を盾として守り勝つ。おい、聞いたか、向こうで軍が宝をばらまいてるって言うわ。なんだって。俺も宝が欲しい。急いでそっちへ行こうぜ。選ぶとは不用心ですね。我が兵器部隊が華麗にお相手しましょう。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。これは私もご一緒せねばなりませんね。敗北ですね。炎章殿に終わりのしようもありません。帝の守護は荷が重いであろう。そうそうよ、あとはこの炎本所に任せるがよい。それはできない。帝は足の理想を叶えるために必要なの。俺の野心のために帝を利用するだと。
董卓と同類であったとは。対岸から炎将軍の増援が船着き場で食い止めるぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。行くぞ。かの地はわしらの手で押さえる。潰しちまうか。お前ら、海岸から炎将軍の増援が船着き場で食い止めるぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。援軍が来なけりゃ全滅だな。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。この身を盾として守り勝つ。容赦はせぬ。なんたることだ。この私が曹操に出し抜かれようとは。この地は曹司公が制圧した。潰しちまうか。お前らついてこい。雑魚どもはどいていろ。帝は俺がもらう。にかまけてはいられぬというのに。いらいましい奴らめ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。もらった。いいぞ。
頑張ってるんだよな。この身を盾として守り勝つ。容赦はせぬ。危険な戦、これ以上続ける意味もない。この地は宗主公が制圧した。ひごかに置こうとは、よほどわきまえよ。無事にここを通れると思うなよ。帝を諦めるのならば考えてもいいかな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。容赦はせぬ。無事に道は開けたか。そなたらの助けがあればこそだ。礼を言うぞ。滅相もない天女のご無事で何をでございます。